テレビチキは、ピョートルチャイコフスキーが作曲した全4幕8話のオペラ。題名は、小さな靴、女帝の靴などとも呼ばれる。作曲は1885年に、ロシアのマイダノボで行われた。リブレットは、ニコライ・ゴーゴリの短編集、リカーニカ・キンゴーヤワから、クリスマスイブを題材に、ヤーノフ・ポロンスキーが執筆した。本作は作曲者が以前に書いたオペラ、 カジーヤのバクーラを改作したものである。初演は1887年にモスクワで行われた。ニコライ・ゴーゴリこのオペラは1885年の2月から4月にかけてマイナ・ノボで作曲された。カジーヤのバクーラもチェレビチキもポロンスキーのリブレットにより書かれているが、その台本は本来アレクサンドル・セロフを念頭に置いて生まれたにも、 かかわらず彼の死により未使用のままだったものであった。作曲者とニコライチャイフがこの第二版に追加や改訂を施している。改訂版となった本作においても使用主題はカジヤの爆裏ラと同じものが用いられている。加えられた変更はオペラを暴却の川から救い出すことを願って実施された。改訂によって主としてテクスチュアの要素が簡素化された。 歌詞の面では、幕裏に新たなアリアが追加されることで、深みがもたらされている。教師の歌と皇帝の詩の追加により、作品内に現れる表現形式に広がりが出た。また、チャイコフスキーは合唱の場面での配役にも変更を加えている。初演は1887年1月31日、モスクワのボリショイ劇場で作曲者自身の指揮を行われ、舞台監督は、 AI バルツァル、舞台美術は K.F. バルツが担当した。20世紀に入ると、本作の上演は極めて稀となり、ほとんど、ロシアとソ連でしか再演されることはなかった。ポーランド初演は1952年1月28日に、グダニスクのバルティックオペラで行われた。ウェックスフォード・オペラ・フェスティバルでは1993年に、新演出での上演が5回行われた。 イギリスでの初の上演は2004年6月26日のガージントンオペラ公演であり、その後は2009年11月20日に行われたロイヤルオペラハウスでの公演があり、そのうち一世の公演が放送された。ピッコロに、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、トライアングル、タンブリン、シンバル、大台子、 ハープ、言語部、水奏体。一部の楽曲は1885年に、作曲者自身によりピアノ伴奏歌曲として、またピアノ四手用に編曲されている。魔女である未亡人のソローハは月を盗もうという悪魔へ、手を貸すことに同意する。悪魔は彼をあざけ笑うような肖像を描いた、ソローハの息子、バクーラに苛立っている。決心した悪魔は、雪嵐を起こして、 爆裏が愛する奥さに会えないようにする。嵐が吹き荒れる中、ソローハは空に駆け上がり月を盗み、奥さの父であるチブと女債は道に迷ってしまう。奥さは一人寂しく、家で待っている。彼女は様々な気分になり、音楽はその心境をなぞって、次第に速度を増してくる。そこへ、爆裏が入ってきて、自らを称える彼女を目にする。 彼女はバクーラをからかい、彼は彼女を愛していると伝える。チュブが嵐から帰ってくるが、それをチュブだと思わなかった、バクーラは彼に殴りつけて追い返してしまう。一部始終を目にした奥様は取り乱して、バクーラを送り返す。村の若者がウクライナのクリスマスキャロルを歌いながら周囲に現れる。奥様は自分がまだバクーラを愛していることに気づく。 最初のシーンでは、女妻、チュブと悪魔の三人が、次々とソローハを誘惑しにかかり、彼女の小屋で袋に閉じ込められる羽目になる。バクーラはその重い袋を閉めて、引きずって、捨てようとする。外では三つの合唱隊が争っている。奥様は、自分のために、女帝の靴を手に入れなければ、バクーラとは結婚しないと言って、彼に恥をかかせる。走り去るバクーラは、 自ら命を絶ってしまいそうである。彼は袋のうち一つを持ち、二つを残していく。残された袋には女債とチュブが入っていた。森の精霊が水のせいにウラが近づいてくる。彼は自死するつもりであると注意を促す。悪魔がウラの袋から飛び出し、奥様バをウラのものにする対価として彼の魂を手に入れようとする。 しかしバクーラは悪魔の背中によじ登り、そのまま悪魔をサンクトペテルブルクへ向かわせる。バクーラを女帝の宮殿で下ろした悪魔は暖炉の中へと消えてゆく。バクーラは女帝に越見しに向かうコサックの一団に紛れ込む。円柱の広間で合唱隊が女帝を称えるポロネーズを歌っている。バクーラは女帝の靴を少し見せてもらえるよう願い出て、風変わりで、 面白い願いであったために認められる。ロシアとコサックの踊りが始まると悪魔がバクーラを連れてその場を去る。クリスマスの朝の街の広場から始まる。ソローハとオクサナはバクーラが闘神自殺したものと考え、彼のことを嘆き悲しんでいる。村人がオクサナをクリスマスの共演へと誘うが、彼女は涙を流しつつ走り去る。バクーラが靴を手に戻ってきて、 チュブに殴ったことを謝罪するとともに、奥様と結婚させて欲しいと申し出る。奥様が現れ、自分が欲しいのは馬鹿げた靴ではなく、爆裏なのだと伝える。チュブはリュート奏者を呼び、皆が祝福する。本作と上記2作品はすべてニコライゴーゴリの同一作品を元にして書かれている。注釈出展ウィキメディアコモンズには、テレビチキに関するメディアがあります。 ありがとうございます。